も,なくーもう頑張りますわ。いいかよが来ました。目を閉じてください。 その方もだいぶ遅れてるし、いろんなのが増えたしてっからな。まあ、振り込みどポジポジしてもエクストラ装備とか、エクスなんか新しいなんか装備とかなんかできるし、もうわけわかんねえ。あ、もうつけてねえし、もちろん。<laughs> ロマスター変なの始まったしさ、もうどうすりゃいいんだよ、もうスマホゲームよ。あ <laughs> 原神の処理すら遅れてるっつそりゃそうだよね。プレステなのにずっと俺デッドバイやってんだもん。いや、なんかね、 やっぱねやりたいと思うときやりたいよねうんなんか普通のゲームしたいんだよね接戦のゲームここに出会うまで時間かかったりするよね朝が来ました、うん、昨夜は誰も死にませんでした 4番のプレイヤーは発言してください。さいあ,あ、1番手ですかど、まじ、あ、か、知らない人なんですよ、7番しろ7番3白、ハーコお願いね。霊能はね、一瞬ね、潜っていいと思ってる。その理由はね、死霊能はね、みんなの話聞きたいと思ってるんだよね。あと、狩人、それもね、いい。潜伏していい。その理由はね、やりたいムーブがあると思うんですよね。はい。 よくさ、なんで一番手やから出たのとか言うかもしんないけど、だって占い師だから、七番んの白を持ってるからです。はい。そうだな村人にお願いがあるんだけど、余計なことしないでほしいなと思ってますね。本当に。くだらないね叩き合いでね、村同士でね、縄をね、無駄にしないでほしい。うん。だから、例の輪は、まあ一周潜っていいですね。はい。で、狩人もね、やりたいムーブがあるから、基本いいですよ。 まあ、視点で何時だけ出てほしいけど、基本はセンスリーと思ってる。はい、五番さん、どうぞ。五番のプレイヤーは。はい、四番が七白を把握しました。まあ、えっとね、四番さんがジンがやった場合ね、狂人はないのかなとは思いましたね。あの、選択していいですよ。多分ね、四番視点では。うーん、どっち、どっち取ろうかなと思ったけど、役は出てほしい。役は出て、これたことによって、これ精査がしやすい。 これが正しいと思ってるから、4万教授で4万が狼やった、4万が人蓋やった場合、狼かなと思うぐらい。でも7万白把握したんで、7万の発言よく聞こうかなと、僕は思いました。まあ、嫌だな、トップバッター嫌、嫌なんだよねっていう発言に関しては、なんか感情はわかりましたぐらいですね。まあ、えっと、そうだね。僕は、あの、 村人はいらん動きはしないでほしいのかなと思ってますね。あの村は村らしくあ,あろう。以上。6番のプレイヤーは発言して,し言してください。はい、お願いします。そうですね。まあ、今4番が7番にしろは把握していて、まあ、5番さんが4番に対しての精査で、4番が強人目はないんじゃないか。まあ潜伏してもいい。まあ、それは素直な精査かなと思うね。強人だった場合って、まあ、 例のまあ特に騎士っていうのはあ狩りとか狩りでもなさせて人狼にかめよっていうふうに言いたいからっていうのはまあ素直な清掃をしてる5番かなって思ったただ一点気になるのが少し一点気になるのが4番さんが7番にしろ結果を把握していて5番が4番が7番の、えっと、発言を注視したいっていうのがなんか 対抗が出ることが分かっているのかなみたいな感じがちょっとしたっていう感じですかね。7番のプレイヤーは 発言してください。あ、おはようございます。えー、おめで支援です。よろしくお願いいたします。えー、四万さんがうなして自分をしろ。ありがとうございます。そうですね。狂人の方と、あとウナスの方、二人がでるっていうので、まあ、しんはきろヨうん、四万さん、自分を、うん、わーく、うん、シェしてくれたんで、すか、うん、ふさ、嬉しいです。うん、ただ、自分、今のところ四万さん、もちろん、えー。 そう8番さんから3番さんの意見を聞いて、うん、そこはもう判断しなあかんねんけど、まあ、早いけどね、今のとか自分4番さんを信用します。うん、4番さんが裏足しかなって今のところ思ってます。めっちゃ早いけどね、そこはごめんなさい、うん。で、その後は、うんさあね、5番3の、うん、もうすごい同力しちゃったんで、うん、いいかなと思います。<laughs> 変わります。 8番のプレイヤーは発言してください。さいはい。8番、カエルがクロールっていう名前にしたかったけど、文字数オーバーで、あの、ローで止まりました。よろしくお願いします。4番のシーンだけは、えー、100%を切ってみんなで頑張りましょう。もう4番つって、えー、 4番を釣って、はい。ね。釣りましょう。初日から。くだらない叩き合い。え、えじゃあ4番さん、誰も叩けないですよ。はい。くっ、たら、あ、とまあ、8番が芯切ってきたから、8番、あなたの口座乗って叩いてきたら、くだらない叩きだと思って、さらに4番の芯を切りますね。え。なので、4番釣りましょう。今日はね。 9番のプレイヤーは発言しししてくくださいはしください、はい、よろしくお願いしますすす9番です村ピッジュエで村、えっとね、まず8番の発言する前の僕の意見としては7番はよくわからないから置いといて、えー、6番さんが5番さんに7番さんの触れ方7番さんの意見を聞こうっていうのがよくわからないって言ったのは僕は別に5番さんに同意してるから6番さんはめちゃくちゃ人狼だと思いました。 はい、6番さんが僕の中ではめちゃくちゃ人狼だと思います。で、8番さんが4番さんを切ろう。まずこの、なんだろう、占い師1人しか出てないのに、4番さんめちゃくちゃ偽だからもう、4番さん投票にしましょうっていう8番さんの意見はめちゃくちゃ人外要素だなと思ってるんで、8番さんも人外だと思ってます。なので、僕の前に人外が多いなと思って聞いてました。はい、6、8、 どっちも人外だと思います以上1番のプレイヤーは発言してください,ださい8番に関しては4番さんが言っていることって村が 変な行動を起こして、村同士くったらない殴り合いをしてほしくないからっていう意味だと思います。だから4番が殴り合いをしないとかそういう話を言ってるわけじゃないから、人の話をよく聞いてください。で、9番に関しては、わけのわからんろく殴り。理由がわわわなさすぎてやばいなと思っています。 でまあ、6番に関しては5番に7番さんを注視するっていうことは対抗出てくるんじゃないかって発言なんだけど5番って4番の強授否定して振動過程で置いてるから7番がもしかしたらオカビですって言った場合47確定するからっていう意味じゃないんですか以上 2>, 2番のプレイヤーは発言してくださいはい1日目お願いします 自分、霊能者です。霊能者発行お願いします。そうですね。まず聞きたいんですけど、まあ、4番1人なんで、まあ、4番占い確定だったら申し訳ないけど、占い視点って、まあ、占い値とか黒を見つけて占わなきゃいけないんで、潜伏あんまりしてほしくないんじゃないかなというのが、素直な意見でよくわからなかったです。で、八、まあ、がおかしいっていうのはまあ言わずもがななんで、 置いといていいとして、まあ、9の6殴りは、確かに、あ、5殴りか。5は、4が、進路って言ってるから、ま、あ囲いがあるかもしれないと思ってるから七を聞く。わかるけど、6めっちゃ黒いって言うほどかと思いました。3番、のプレイヤーは、発言してください。はい。うん。 こういう時常識を疑えばいいから、このままだったら 5, 6,、561、ね、2番の中でマっトに見えそうなところを釣った方がいいと思いますよ。はい。8とか、狂人みたいな人で釣るならいいけど、ロでやってたらただのやばい人だと思うし、9番も別に悪くないじゃない9番の中で六8を釣ろうとしてるっていうのは、まあ理由がその1にすれば薄いかもしれないけど、あの、 ダズナりではなかったと思います。9の中の理由は何かあったような気がしたんですけどね。うん。このままだとね、561に何か二郎潜んでる感じはしますよ。うん。まあ、SG 的なので、釣るんだったら釣っていいけど、白だったらどうすんだろうなって思いながら聞いてましたね。はい、以上です。はい。4番のプレイヤーは発言してください。 ほらやっぱり6番いいよ9番さんビンゴビンゴ6番さんねあれだね人外ですねアニバさんにね言うね1周目潜伏しって言ったのは心霊能が話をね聞くことが大事だからはいで8番とかは多分嵐のじゃんぐらいで思ってるからどうでもいいやと思って聞いてますはーいだからね9番の指摘は良かったなと思ってて気になっあーどうしようカリウグ出てほしく 多分2番さんだよねよかったナイスあ838かな今のところうん5番さんの言ってる意味わかるんだよねうんだってさ一発目のしてたじゃんだから7番の発言聞きたいよねって思うからわかるんだよね8番さんはっきり言っていらないんだよねマジで だから9番さんいいよと思って。うん。1番さん9番さんか。あー、でもどうしよう。18ランいくでも2番さん決めていいよ。5番さの意見わかるんだよね。6番何出てんだろうね、マジで。うん。私はね、18いらないな。マジで。本当に。ごめんね、3番さんかなと思ったけど。うん。まあいいや。 9番さんと2番さんの話も聞いた。あちは18いらない。はい、以上。5番のプレイヤーは発言してください。あー4進の5楼かなと思ってますね。6番に関しては、そもそも5番の <laughs> 素直な意見って言ってるんで、5番の色見えてるかなと思ってるから、6が2世だったら6は狼かなと思ってます。4番に関しては。 7番がそうか、役はなくて、役はなくてか。難しいね。結構ね、ヘイト向けてる、9番がカリーを、2番がレイノフした中で、3番が5、6、1、5、6、1をすれば勝てんじゃないか。だったっけ。その発言に関して触れてほしかったな、4番はと思いました。4目線、9、7白なんだよね。 7マックスでてば、6番はオオミかなと思いますよ。出方が。その場合3番があるのか、1番があるのか、8番があるのか、って考えたときに、3番が5、6、1、こっからついたいいよって発言が変じゃない様子拾ってないよね。8番が変だっていう4番の人のがわかるから、8、うん、8、3ランでいいんじゃない ?1 番は少なからず、まあ、 うん8番の4枚の指摘があって、まあ、4万からしたら8万嫌や,やね。だから 8, 8, 8を入れて、8、1より8、3、3枚よ,よかったあでも5、6、1か、5、6以上した場合って、6対5でできたら4万目線も3が白くなるか。3、六 6, 6あるよ。あるよ。全然あるよ。3、6、6、7、9あ,あるよ。<laughs> まあ。 俺4進やと思ってるんで18か18いく ?6 番のプレイヤーは発言してください、えー、め,めっちゃ5番釣りたいですけどね5番って4番が潜伏することが理があって強人ではないって言っていてで4と6で今、まあ、4まで岸出ろ岸出ろって潜伏しろって一瞬見てたのに岸出ろ出ろ出ろって出させてましたよ 1>, あんでまあ、1番が1番村っぽいかなって思っていて、まあ、1番に言うんだけど、まあ、5番がさ6番の白助けをしてるって言ってるけど5番が4番に潜伏を許容するんだった場合って強靭目がないなっていうのが超安直だから素直な精査をしているのかなでもただ4番が7番にね死ので7番の中止するっていうのは太鼓が出る精査をしているって言ってかねそれをん、まあ、でかっていうと俺は4番が強靭まあスラがあるかもしれないから。 あれだったけど俺は潜伏した4番で白を持っていたからね人狼が出る可能性があったから俺は潜伏をしていたで、まあ、変な話この状況下で、えっと、俺が出るまで出なかった場合って7番の人狼もあるかなって盤面的には思っている4番が7番の人狼を囲っていて強人が出ているから真が出ることを分かっていて潜伏しているっていうのもあるかなと思っているけどそれで5番がねおかしいっていうのは 8番って4番のシーンを切っている状況下で、じゃあなんで5番って8番を釣り位置に上げるのまあでもただ8番は釣り位置に上がって仕方ないのが、4番がシーン切れる要素って何だったのって俺には思っちゃうのね。だから意味わかんねえなあとは思っている。まあ、3番に関しては、まあ、その位置で、まあ、37でね。 とかで4万強人に囲われているから潜伏シンがいるのを分かっていてっていう発言ではあるかもしれないがまあするんだったら俺は今日は8かなあ5か8かなと思っています以上7番のプレイヤーは発言してください、うん、あはいおはようございますえうん一緒に4万さんが自問しろって言ってうんだあもう裏足まあ強靭のせいもあるけどねまあそう聞いとって たんやけど、うん、今回の5番さんは裏にして4番3は白。うん、ただ、自分のない4番さん五番さんもう白を確定しました。で、そやね、5番さんの、うん、線を置いたも人道線借りなく濃いかなって5番さんは思ってます。5番さに対してはね。うん。じゃあもうな、何もせんとじっとしちゃってなさいって言われてるんで <laughs>、うん。もう声、こういう、言うたらですね、よくわかってますよね。はい。 そうっすね。うー、んうん。ただ、4番3、6番3、安心かなと思う。うん。うん。っか、端番3から3番ょって分かんないかなっていう感じ。どうぞくへ合わせます。自度す。 8番のプレイヤーは発言してください。さいえっとじゃあ9番と2番にね、あじゃああの8番とどっかの欄でお願いします、はい。じゃあそこ上げられた方に僕は投票しますね。はい、なんか嵐とかさ、言われてさ、何も嵐してないじゃんね、俺ね。何なんなん、マジで。まあさ、なんか6番も言ってたけどさ、なんか潜伏 <laughs>。 潜伏しろっつっといて、二周目入った途端に、で、岸誰岸誰って。あんたそれそれ、それ、おかしいじゃんって。だからさ、3番と8番、いや、いや待って、一番と八番って、あんた普通にさ、もうどこが狼かわかんないからさ、適当に言っとるだけじゃん。まあそんな、そ,そういうとこ拾わないからね、6番ちゃん。ね、ダメなんですよ。6番真の、4番巨人の、 多分だけどね。多分5番7番かなと思ってるけどね。5番7番労働の4番巨人と通っんですよ、僕。はい。あの、じゃあ今日4番釣りダメですかあダメならどっかと8番で行きましょう。はい。もう8番、8番、8番って。4番と6番からも8番って言われてるんで、ね。<laughs> あの統一占いとかもどうせできないでしょう9番。9番とか8番どうちゃらこうちゃらって言ってくから、8番ずりって言ってくるの分かるんで、2番さんがね、8番の色見たいか見たくないか。うん。57、574なんで、はい、決まってるんですよ、13がもらって。9番のプレイヤーは発言,、ね、発言してくださいだから8番さんがそういう発言しちゃうと、 ここは8番が狂人に見えちゃうから8番が本当に村人だったらもうちょっと発言頑張ってほしいなとは思ったけどねなんか今のちょっと投げやり感もちょっと狂人に見えちゃうから8番さん次からもし村人だったらねもうちょっと頑張って村人をアピールしてほしいなと思ってますだからまあ今日はどうしても8番からにおかなっちゃうかなで8番狂人で置くと やっぱ6の4白があるから6が2世になるかなうん6番人狼そして僕は相方1番だと思います、えー、僕はね明日多分噛まれて死んじゃうんで意見だけ残すと1番さんって僕が6番の、えー、黒要素理由結構言ってたと思うんだけど理由もなくとか言ってたのが一番怪しい1番のプレイヤーは発言してください理由も教えてくれよじゃあ今 言ってたんだけどって済ませるんじゃなくて、言って。言ってないから、実際にあの叩かれて、それ助長してた人、多分2番さんもどこかおったと思うけど。9番って単純に5番と意見が僕は一緒だから6番おかしいと思いますしか言ってないやそれでただのフィーリングだし、5番と6番の発言順で6番が後だから、6番のこう,こ,うこういう発言がおかしくて、5番に対してこう言ってるのにおかしいって言ってるのは俺だから。 だからおかしいっつってんだよ、今。しっかりしてくれよ。8番は2周目や。8番の4強の57ロードの精査さはかったと思うけどな。6番が、じゃあたとえ狼やったとして、5番がしょっぱな4番、強陣はないですよねっていうことに助長した場合、6番がルナシルで4白刺さってる状況下で。だから6番って4番白打てなくないそれ助長して、素直にその意見がいい。別にはわかるっていう発言を残した場合って。 だから、俺、しかもなんか4番からわけの分から18ランテージされてるし、理由も分からんけ。あの人の話も聞期間やつが多すぎてやばいなと思ってますけど。8番、地ズリ発言したらダメだって。今日の五番はガチであるかなと思ったら5番の西部の発言って。5ってあんだけ6番に助長されてで6番が、例えば、あれで5番に まあ5番の意見が分かるって発言しながら4番にしろ打ったら6.4強でしか終えなくなるんだからむずくね6号がやったらと思うけど俺58でいいから番のプレイヤーは発言してください、ね、自分結論から言うと、まあ、81ランにしたいですね、まあ、8は、まあ、村でも村目線でも狼目線でもまあこの後の議論で、まあ、嫌だなって思う人は釣ればいいと思う色が見たいっていうより単純にそうで 1周目触れる時間なかったんですけど一番何か何言ってるか分かんないっていうか頭に入ってこなかったのが一番で2周目はまあ意見が全然合わなかったのが一番一番なんで自分は8一がいいと思ってますねだって6って5の意見分かるって素直になんかムラだと思うって言ってるけど4の白引いてんですよねその5を素直に いうのが何か,なんかうんでも46は心眼はついてないです以上3番のプレイヤーは発言してくださいはいわかりましたレイドが、まあ、基本的には生き残るから18でその自分の2番の中で結論付けなきゃいけないからまあ自分視点は5番がなんか絡みそうな気はするなーっていう わかんないよ。4、6、神経とかだったら5番が怪しいなと思うけど、2番が一つの色を見ないと無理だっていうんだったら、5番来てるの、ね、あるかもしれないし、1か8が。うん。7番を、七番は囲われてる感じはしないけどね。5、7で結びつけてたけど。ああ、8も柱だし、あ一1も、 うん、まあ2番がそういうのらうら、ん、俺は5番の進めてるが、まあ1、8で2番の視点を詰めないといけないのかなと思ってます。はい。

1番のプレイヤーは発言してください。マジでイライラするんやけど、マジかもお前、話を耳に入ってこないってなんか自分分かったふうに言ってるけど、あれだろ、理解できなかっただけだろ、正直言ってみろよ。じゃあ、例えばね、6番がじゃあ狼で4番に白育ってる段階って初週って6番が、 占い師で出るねって分かってるんだ。4番さ、狂人っていうのは分かってるだろう。その段階で5番が4番の狂人ないですね。6番は4番狂人に進めていいけないのに、5番は4番狂人であまりないですねって言ったのを助長したらダメだろあ。助長ってことは分かるか。助けたらダメだろ。それに乗ったらダメだろうっていうことだよ。それを言ってんの <laughs>。 で、エアのにもかかわらず、6番ってそれに助長して4種出してるから、6番が狼カ地区でやろうとしてるんやったら、4番教授の世界線で作りにくいだろって言ってんだよ。はぁ。9番は、たこの村は叩かれたから殴り返すっていう人が多すぎて、議論にならないんで、ちょっとやばいっすね。4番に関しても、なんで俺にンテージ入ってるのかわからんし、8番の、まあ、理由はなかったけど、4番、四番教授5番ならば納得できたけどな、俺。 俺視点だから7番に白が刺さってて5番が6番をほぼ新規で進行してる理由の意味がわからんし5視点ってどこ,どこのどういう視点で6番を新規で4番新進行になってるのか意味がわからんねんけどまあせいぜい頑張ってください以上。夜が来ました目を閉じてください。 朝が来ました昨夜死んだのは9番2番のプレイヤーは発言してくださいうん5パンダ了解ですえっと1の色は白でした1番さんすみませんうん これ、進行的にどうなんですかね。四が5黒、六が5白か。うんあ。占いの人は占い理由をお願いします。 あーすいません。自分追いついてないんで、発言聞いて考えます。3番のプレイヤーは発言してください。まあ、4、5のランじゃないですか。だって4って5黒だから。あ、まあ、4視点のね。だから4か5。6を死んだと思ったら4だし、4を死んだと思ったら5番だしっていう、そういうことですね。4はマックス強靭になるから、あの、進化強靭。だから、ローの位置が、 5,6,7,8に2郎なんですよ。6がんだったら、7八郎郎なんですよ。7八郎郎4教授になるな。7郎。七 ?7 番って8ってんだけど。っていう不思議な一点が残るんだけど。六死んだったら7八郎郎になるけど。えっと思いながら今頭の中で駆け巡ってんだけど。 7八ルをさえ否定できれば4なになるわなあ。まあちょっと考えます。以上です。4番のプレイヤーは発言してください。いさい6番が8って言ったから8はない。で、8番私を釣るって言ったでしょ。でもね、いい。6が私にしろなの。だから私釣っても意味がないの。でね、5番だというよね、5番が無駄だったら5番に。 名は預けたいし、一番がゴーナーローローつったでしょだから5番ラなドときたかったんですよ。そしたら5番が黒でした。で、3番さん、ん7八ローローって何あ、ちなみに8番さん、7番さんはね、最初、え、5番さん釣りたいなって言ってたよ。うん。一番さんはね、ゴーナーローローとかさ、 7白だからさ、わけわかんねえこと言ってくからいらなかったんで、ごめんね。うん。で、3番さんはどうした大丈夫初日5番黒くねとか言ってたのに、急に。7八ロールがなんとかこうとか、つって。5番さん黒ね、マジで。じゃあ6番さんは何 ?7 八ロール ?8 三ロールどうやって言うのねえ。5番黒だから今日5番な。 4番、ん可愛いなと思ってるけど、まあ、6C で4強か、6C で4強か、マジか、18どっちでもいい,やいいなと思ったけど、これ投票で集まってるとこの投票先を見ましょう。3, 3番のオカミないわ。3番のオカミないと思ってる。い発言聞いてわかった。4番、えー、が7番白でしょ。<laughs> 7番がオカミじゃない俺、普通に。と思うけどね。 6、7かなって思ってたんやけど、俺にくらやろ ?4 が強で6がんやろ ?7 が老やんかその時誰が乗っかってるかって8番しかおらんねん。7、8、老の4強陣しかないのよ。あはん <laughs> 7、8、老の4強陣しかないの。わかるかなーまあ、7、8、老、4、強は一番硬いと思うけど、ちょっと待てよ。 三番んに関しても、そうやね、3番が占い審議つけれた理由に関してが分からんとこがあるから、一応聞きたかったけど、まあ、発言的に伸び、そうだね。3、4、ローやったら負けていいんじゃない ?3、4、ローの、とかやったら負けていいんじゃないこれがな,、うん、ないわけやんか。うん、4、じゃあ5番次。じ四九だから。 番って真面目にやってるんだ。もう3、4、5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 、番5、5、5、5、5、て5、5、5、5、5、5、5、5、ない5、5、5、番5、5、5、5、5、5、番5、5、5、5、5、5、5、番5、番5、5、5、5、5、5、5、番5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、る5、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  初手から5番に関しては白いな。初めに本当に。僕は分かんないなっていうのが4番にせよ5番が悪いよ。もう俺の責任じゃないよ、もうこれ。4番の人外要素、まあ、太鼓の黒上げ、まあ、あんまするの嫌いな人いるかもしれないけど、4番って5番のことを一番ムラだと思っていて、4番強人だから5番に一番白い人に黒を打った4番の構図ね。で、俺が5番の占い理由、まあ多分ね、 2>, 2番とか9番とかって1番が一番白いから、本当に。言ってること一番真っ当ね、この人。2番とか6番に言っている5番のことを共感してるのに5番が変だ。俺、共感とかなんとか言ってないの ?5 番共鳴番,番に対して ?4 番が7番にしろ結果を決める。4番が強鳴否定っていうのを、まあ、潜伏してもいいから、だから安直で素直な精査をしている人なんだら村だったら。 ただ5番が4番に対して7番の精査を必要だって言っている5番っていうのが俺は引っかかったの。で俺は潜伏で4番の白を持っていたから5番7番とかでえっと対抗が出ることを知っている人物で言っている可能性があるから5番に引っかかったって言っているのね。 で、2周目も変だと思ったから、俺は5番を釣りたかった。ただ、9番、2番っていうのが、8番、1番、9番が8番釣りたい。2番が1番、8番って言っているから、俺は8番に投票した。で、この投票結果では、今日4号のランね。4番に入れてください。4番が6番が死んだった場合って、4番強人だから、4番ないんだよ、じゃないんだよ。俺視点っていうのは、でも7、8は切れてると思っている。この状況下で7、8で切る必要がないから、 まあ普通に73か38かなぁとは思って今、まあ、4番をつってほぼ100%俺はかまれます5番が頑張って精査をしてください,いだ3番をはじくのはやめた方がいいと思うよ78だけ切れてるとは思っている7番とか9番とか感情論で怪しまれたかとかじゃなくてちゃんと発言を聞いて精査をしてください以上4番つって7番のプレイヤーは八をつるべきだったねうんああすごく きれいです,すいません。うん、4万3、5万6万んか。まあ,あ、うん、そしたね、うろいては思ったとは、どちらが強人いいと思います。で、自分の好きない五万3は絶対狼ね。うーん、なんで大行き死に始まんの俺さあしっかは言うてるじゃん。匂わしといて。<laughs> うん、約五万3は絶対狼ね。狼人の、狼人へね。うん。 じゃあ慢さうん、ごまさこわつらなくていいと思うけど、うん、せやね。じゃあもう、空気なんてわせるって感じだからね。うん。ただ、正直、教授の代価かわかんない。自分の視点では、結構冷静に言ってました。<laughs> ごめんなさい。<laughs> どうぞ、合わせますね、皆さんに。8番、のプレイヤーは発ティティ、発言してください。あ、どうも。 あと、教授は誰かわかんないって。いや、4番でしょう。5番入れてもいいですけど、ね、5番がさ、3、4はないでしょって言ってるから、いや6、4、強だから、ね、5番目線2、一1、ね。あと6番が、まあでもね、5番の、なんだっけ、5番の用語、まあ、をするならば、5番が、あの、 6番が真になるから、4番強靭で2度位が783、ここだからさ。なんか3を村で弾くんだったら78でしょって言ってるだけのこと。ね。で、そこで7が8にとあの投票してるから、LINE は切れてるよねって。<laughs> であの、4番の変なところって、5番を村だと思っているんだったら、占い値って5番じゃないでしょって思ってます。はい。あのしかもこう言ってるん。あの、<laughs> 騎士、オア、っていう、ほら、いなくなる人が決まるわけじゃん。なのに、あの一格してる役職に名を預けず、ね、5番が白だったら5番に名を預けようと。あじゃあ5番が教師やったらどうするのって。ね、5番教師やったら4番、四番取りって言われたら、それでも名を預けれるのって思ってるから、そこが4番のね、あ偽要素なのでせよあ,あ、あの、8番を信じて4番行きませんか さん、自信なくなったでしょうね。仕方なく一番に入れておりますけど、今日は四釣りですよ。投票を始めてください。四釣りだったらどこにおかみいんだよ。お釣り。五<れ>番があの出現してるっていうのでしょうがないんだって。あと、八七かもしれないけど、八番行くべきだったよ。八番行かないんだからもう無理よ。四番が、五番があんな、番ん,なんでよ、なんでよ、この村よ。 七八ねえじゃねえよ絶対よ何考えてんのこの村よあのさ、のプレイヤーは発言してしてください。八か七で強人じ強、ね、人七番でしょ五六なんす。 1>, 1番ごめん。やっぱ8番だったな。てか2番さんさ5番さんの出言聞いた ?34 ロウローとかさ6番が4白ね。7番さんもさ78ロウローとか言われて。一番悪いのはやっぱ1番さんごめんねマジで。 いや、9番さんはね、6、8おかしいの当たってたね。やっぱ8番ね、初日で。てか7番さんさ、自分黒って言われて。だよね。そう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 。そうだからおかしいんだよね。5番さんの出現をちゃんと聞いてほしかったな。 まあ8番が陣内だからまあしょうがないよ。はいごめんね3番さん。夜が来ました目を閉じてください。 朝が来ました昨夜死んだのは3番5番のプレイヤーは発言してさああだよねだか,だから言ってるやん俺そもそも4万と3万が狼だこの師匠から6が死俺4万に黒を打たれてね だから三万が、4万が強人で3万がローじゃないかっていう発言してるわけよ。<laughs> 何も熱つをしてませんから。7黒か。7番、七番、3番、狼の4強人。ないし、3万がも、もう,こう PP なかったらあれやけどね。2番、3、0のでしょ。その時あるのが7番、8番、狼の4強人か。 うーん、だから変なとこあげ,げましたけどね、<laughs> 僕は。なんか変なことしか言ってる人おらんもん、マジで、ほんとに。だから4番に関しても5番白をきして5番売らないって変,変だから、5番が白に見えた強人で俺に黒打ってきたんだな、と思って、3、4があるかなと思ったけど、6目線、俺4番に5番黒打たれて、4番強人が分かったから、じゃあ3じゃないのと思ったぐらい。でも3噛まれてるわけでしょ。負けたんちゃうこれ。負けでしょ。 ど,どうなんだろうね。4が芯やったら7が白でしょ。4が芯やったら7が白68オオあんのか。68あんのか。2番の結果1白やね。ちなみに4番は ?4 番の色結果2番3。白ね。 あー白かー白かー白かーマジかマジかじゃあ強靭だじゃあ強靭だ六が真三四が今日合ってるわ七番いきます六番のプレイヤーは発言してくださいああはい五番ってこの人ってまあ俺はまあなんかまあ、まあ、白を知ってるんだけれども リアキなんかなって思っちゃうね。まあ、ええや、もう、こういうマグラだもうけどの<分>もういういや、そ、えっと、ういうもや、そのもや、そかいうの番番らてういうのもや、そ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 ういうのや、そいていまあだからローローがない四のもや、そうい,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 てい,ていうのもいうのもや、そういうのいううないうもや、そういうのういうのもや、そういうや、いうのもいもや、そういうのもや、そういうのもや、そういや、そういうのもや、そういうのいのの えっと、ランタクになっているから、えっと、7八っていうのは、7が8番に打っているから、それは違うよって、まあ、結果7、7八なんまあ、3番のこれで地紙なんてない。なんで俺が噛まれないのかが意味がわからないんだけれどもね、4番が言っているじゃあ、俺を人狼軸だけでしか追わないのが意味がわからないからね。はい、まあ7、7八って、 だから切って,いたっていうだけてか5番占わなきゃよかったな、こいつきもなんか訳わ,わかんないことばっかしか言わねえから。だから俺はおかしいと思っていたから、だから9番とか2番とかまあ8番釣れてって、変な話、俺8番に投票してるからね。俺は8番に投票していて、だった場合ってさ5番がおかしいこと言ってんだけど5番釣れないのって思うから。 で、9番とか2番が6番のことが変だとかって言ってる。じゃあ2番に言うんだけど、じゃあ7八でね、多分まあ3の地紙ってほぼないと思っているから、8七で俺のことを構まないのっていうのはもう8七しかなくなるから。で、この状況下ででしかないっすよ。はい。まあ7番つってくださいね。はい。4番、強人7八郎郎です。7番のプレイヤーは発言してください。うん、5辺入る前に うん。慣れてないから、一回抜けて、いいよって言って入ってたんだけどね。うん。もう、約、言うといいやん、すぐなって。で、5番さんも、めっちゃ出てくるからさ、5番さんも、8億%、クロスよ。<laughs> 本当に。うん。そうしか言えんわ。うん。6番さん助けとか思わないけど <laughs>、うん。そういうのもいてほしいかなって、ちょっとイラっときました。さっきの話聞いてね。5番さんいてください。うん。 まあ今日もセイサ会い続けたから、ドンピシャで会い続けたから、今日もまた会い続けたから、飛ぶとこで、あの、セイサ会い続けたから今日はもうまた、僕ほぼ外してないでしょ、まだね。飛ぶとこで、ここ一番で。眠れた試合はさすがに無理だけど、投票できないけど。発言してください。時間伸ばしたいなら5番つってもいいですけど、でも僕、強靭なんで、 <laughs> 6番の狼カは丸見えなので、4番釣りに持っていったんですね。2番の票だけもらえれば、4番釣れるのでね、5番の3、4、ローローとか変なことを上げた、上げた、上げて、4番の偽要素あ上げとけば、8番がね、最後なので、発言部で持っていけるなと思ったのに。え、え強人が、強人じゃないと思って、あの、あれかな、頑張ってんかな。あの、2番投票ですよ、2番投票。 ね、そのための2番残しでしょうねあの5668強陣なので5番6番さん、2番投票しましょうね2番さん、お疲れ様でしたあ4番さんはいあのあなたは真でしたよ 2>, 2番のプレイヤーは発言してくださいはいお疲れ様です3番に謝りたいねうん ごめん,さん番じゃない勉強してるんだよちょっといいんだよ<あ> 2>, 2番がそう思ってんなら成長できるんだからあっこの気持ちがあれば成長できるんだから人は間違える俺も間違える信じられないミスをするでもそれで頑張って練習し続けてきたから今あのー、信じられない精度であの当て,当ててる勝負とこここ一番で、ね 1>, 1は行ってよかった次の日は5番だった<番>俺がエンドにいたら100%は5番進めるんだがこの位置だったから無理だった進められなかった無理だった